ローレンス・オリビエとマール・オベイロン、嵐が丘は、1939年のアメリカ映画、ローレンス・オリビエのアメリカ映画第一作として有名。原作は、エミリー・ブロンテの小説、嵐が丘、アカデミー撮影賞を受賞している。この時期のユナイテッド・アーティスト作品には珍しく、版権が売却されなかったことから、現在も、メトロ・ゴールド・ウィン・ベイヤーが版権を保有する。 吹雪で道に迷ったロックウッドは、嵐が丘と呼ばれる館にたどり着き、一夜の宿をこうた。陰気な館には、主人のヒースクリフと妻のイザベラが、使用人たちと暮らしていた。その夜、ロックウッドは、破れた窓の外から、ヒースクリフを呼ぶ、女の声を聞いた。それを知ったヒースクリフは、キャシー。と叫んで、吹雪の子外へ飛び出していった。 取り残されたロックウッドは、館の家政婦エレンから、嵐ヶ丘にまつわる、過去の悲劇を聞くことになった。嵐ヶ丘の元の持ち主だった、アーンショーは慈悲深い男で、貧しい孤児を保護し、ヒースクリフと名付けて、実施同然に育てた。アーンショーの娘キャシーはヒースクリフを愛したが、後取り息子であるヒンドリーは彼を憎み、父の死後は、館の馬邸として酷使した。 成長したキャシーは、上流階級に憧れ、裕福なエドガー・リントンに求婚されて宇頂天になった。キャシーは、本心ではヒースクリフを愛しており、承諾の返事も思いとどまったのだが、そうと知らないヒースクリフは館を飛び出し、行方をくらました。キャシーがエドガーと結婚した後に、ヒースクリフは成功した裕福な紳士として戻ってきた。復讐を誓ったヒースクリフは、まず、 ヒンドリーの借金を肩代わりすることで、嵐が丘の当主の座を手に入れた。ヒースクリフは次に、エドガーの妹イザベラと結婚し、同時に、キャシーに愛を語り続けた。悩み苦しんだキャシーはやがて生きる気力を失い、亡くなった。エレンの話が終わる頃、医師のケネスが、嵐が丘に駆けつけた。ケネスは、吹雪の荒野で、ヒースクリフと女の二人連れを見たのだが、 追いつくとヒースクリフが一人で死んでいたというのだ。幽霊ではないと語るエレン。愛し合うヒースクリフとキャシーは、時の隔たりを超えて、ようやく一緒になったのだった。ニ日本語吹き替え受賞アカデミー撮影賞、グレッグ・トーランドノミネートアカデミー作品賞、サミュエル・ゴールドウィン・プロダクションズ・アカデミー監督賞、ウィリアム・ワイラー・アカデミー主演団優勝、 ローレンス・オリビエアカデミー女演女優賞、ジェラルディン・フィッツ・ジェラルド・アカデミー脚色賞、ベン・ヘクト、チャールズ・マッカーサー・アカデミー作曲賞、アルフレッドニューマン本作で主役を演じたオリビエと、オベロンは、両面ストレスでイライラしており終始いがみ合っていた。オベロンは、オリビエが大嫌いだ。キスシーンなんて想像するだけでゾッとすると漏らしており、オリビエは、オベロンが気に入らない。 彼女がどうした、こうしたとロンドンの舞台に立っていた愛人のビビアン・リーに手紙で愚痴もこぼしていた。それを読んだビビアンは、いたたまれなくなり、舞台をすっぽかして、大西洋航路の客船に飛び乗り、大陸横断鉄道や航空路を経由して、ロサンゼルスへやってきた。また、その頃、風と共に去りぬが、主役であるスカーレット・オハラ役の女優が決まっていない。 ママアトランタの火災シーンから撮影が開始された。しかし、制作者の弟である、プロダクションマネージャーが撮影現場の見物人の一人であった、ビビアンの炎に赤く輝く横顔を見て、スカーレットは決まりだ。と直感し、思わぬ形でビビアンは、対策の主役に抜擢された。ありがとうございます。